8月発売のガチャガチャで目当てのやつがなかなかこっち田舎では入荷がなくて、関東とかではもう入荷始まってるみたいなんですけど、それで、ガチャガチャコーナーでないなぁと思っておもちゃ屋さんに行ったら、ちょっと前探してというか調べてて気になってたベアブリックのこのシリーズ44っていうのが入荷していたので、ちょっと初めてのベアブリック一つだけ買ってみました。ラインナップはこんな感じになっていて、全部で14種類あるみたいです。一番の狙いはこのアーティストっていう4.16%しか入ってないみたいなんですけど、このちょっとカラフルなやつが狙いです。なんか見た感じ一箱箱買いしても全部もしかしたら揃わないのかなっていう風に感じました。早速開けてみます。では、初めてのベアブリック出してみます。あ、すごい。箱の中でさらにこういうパッケージに入れられてます。じゃあ今度こそ本当にこれで中身がわかると思います。中開けたらこんな2つが入ってました。イカゲーム、これラインナップに載ってないんですけど、そういうこともあるんですかね。ちょっとこっちも開けてみます。こういうのが入ってました。ホラー、ネットフリックス、すっげえボロボロに入ってたんですけど、ターミナル、スクワットゲーム、456。で、入ってたのが、ちょっとイカゲーム詳しくないんですけど、456って主人公の番号ですかね。手と足が、こう、自由に動く感じで、頭はこの向きで固定みたいです。足は動く。胴体も別に回んないみたいですね。こうやって立たせることもできるし、こうやって座らせることもできるって感じです。ちょっとパッと調べた感じだと、このイカゲーム風デザインのベアブリックがどういう立ち位置なのかわかりませんでした。ちょっとベアブリックに詳しくて、これがどういうレアなのか、ノーマルなのかとかご存知の方よかったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。初めてのベアブリックはなんかいいですね。コンパクトにデザイン性のあるフィギュアって感じで、すごく気に入りました。